奥さんの手に、いわゆるジョギングをするようになったとか、体とかもなんか噛み刺されたりなんですけどね、結構なんだ。さっきと違う男性だな。逃した。ほら。あららら、やってるな、これ。やってるぞ、これ。すごいな、こんなとこでやるの。めちゃくちゃ腰振っとるじゃん。あ、終わった。あ、また。あ、終わってなかった。うわ、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 すっごい。なんか、すごい警戒とか全然してないな。いや、マジか。すげえな。終わった。なんかチャック開けた。はあ。うわあ、傘拾った。ええー。
ます。出してる。歩き出した。え、動いた動いた動いた。あれ一緒に動いてる。サイトみたいな今でいうそういうマッチングアプリみたいなのあるんじゃないですかこれ。よよ公園ちょっと後で調べましょう。これおかしいわ。ちょっとこれ、すごいね。こんなことないですね。何で切ってんの。高いね。ね、本当よね、全然走らないしね。心配するし、うん、っていうか全部が手短すね。短いですね、プレーね。ねえ、本当よね。しかしなんかすごいね、こんなことやっとんだ、走ってくるっつって。やっぱしちょっと性欲モンスターっていうか、強い人強いじゃないですか。男性も何回でも行ける人いたりとか、まあ、女性もそうですけど、やっぱちょっと体質の方もいらっしゃいますよね。あとスポーツやってる人とかはね、そうですよ、強いって言うもんね。ちょっと本当に絶倫というか強い人いますね。なんか僕らじゃ理解できないですね。いますね。まあ、うん、まあしょうがないと言ってしまえばね。自分がね、結婚してたらどうなるか。そうだね。不定の方が心配なのかな。こっちでよっか。ありますか。うん、いや本当よ、走る人は走るな。本当僕らってずっとマラソンでね、何種かするんだろうね。帰る方向に向かってんだ。いやでもね、帰る方、あの向こうに見える明かり、さっきのトイレでしょあれ。帰る方向とは逆に来たのね。いや、こんだけ降ってきて、帰らないかね。結構もう時間経ってない？ 1 時間は絶対超えてるよね。いや、そうですよ。あれだから俺足パンパン。いや本当本当、もうタフだな、ちょっと。いやこのそんな広くない範囲で言っても、はいはいはい、どっかの駅から駅移動してとかです、ね、じゃないのにこんな歩くって。我々も結構尾行で歩き慣れてるんですよね。いやすごいよ、疲れたよもう。雨も降ってるし。いや本当よ、もう寒いしね。もう帰っていいんじゃないかなと思ったよね。今日サクッと終わるかなと思った。どうせね、なんもないでしょと思ったよね。正直。あれまた携帯持って？うん。見てるの。ある？次あるまだ。嘘でしょ。てかこの一人目も二人目もそうだけど、合流する場所の特に目印なかったじゃん。はいはいはい。合流できたよね。トイレ、そうそう、これね、さっきのトイレね。トイレから行くんじゃないですか。そんなんか一人だしね。うん、やる人たちからしたらちょうどいい明るさなのかもしれない。ああ、このぐらいの暗さが。いやだけどまたなんかやらかしそうな感じだな。まだ終わってない感じする。確かにね、なんか。
寒っ。寒いよ、ちょっとこんな外で、ねえ、外いるとは思わんかった。もうちょっと来てくれよ。いや、ほんとよ。ヒートテック着てないよ、俺。ですよね。すごいな、走る人。楽しそうに喋りながら走るって。タフですね、ねえ。いや、そうだな、そういう人。いや雨が気持ちいいみたいな、逆にね、癒してくれるみたいな、海ランナーズハイなんかね、ああいうのも。そうなんですよ、これこっち行ったら原宿の駅の方なんかね。ですよね、うん、東京と逆ですよね、うん。なんか人いる？ちょっといるね。ちょっとこっち入ろうか。ちょっと逆光で見づらいな。ちょっとこっちお願いし。はいはい。これいるな。うん、全然見えない。うん？一、二、何人いる？音。あ、なんかまた増えた。あら、音ってんすか。うん。え？始まるか。Oh.